おはこんばんは、いっせいごのフレン。今日はこれから箱根にある箱根の温泉にこれから新幹線で向かいたいと思います。はい、ね、今新幹線待ち、もうすぐ乗れるね。そう、もう駅弁とかも買ったから後で紹介します。はい、エビス、サワーの飲み物でしょ。セイゴはつぶ貝、大粒ホタテと牛タン。でブレンはこぼれいくらとろサーモン。美味しそうでしょ、ね、皆さんはどっちがいいですか。箱根じゃなくて小田原から箱根にバスでいます。ね、うわ、いい天気だね。着きました。着きました。いい天気だね。ね、早くずっと登ってたね、山。ね、途中ちょっと酔っちゃったもんな。そう、なんか携帯でゲームやってたんだけども途中でやめたよ。ちょっと頭痛ね、ぐるぐるしてる。お酒も飲んだしね。中入りますか。はい、はい、宿に着きました。家の紹介してくださいよ。着替えたね。はい、はい、まずはじゃあ、はい、洗面台。こんな感じでございます、ね、この旅館はなんかね、この寒いとあと浴衣もあったね。選べたね。お風呂、実はね、この場所はちょっと特別で、今回は温泉がね中についてるところを予約しました。こんな感じで初めてだね。ね、後で動画とか撮ろうかなと思います。あ、外寒いからちょうどいいね。ね、お湯加減も高いよ。よかった。高いね。とベッドはこちらでございます。これからね、大浴場に行ってちょっと温泉入って、うん、でご飯とか食べたりしたりして、ね、ご飯はビュッフェ、ビュッフェ、ビュッフェで、ね、でもね、ここいろいろあるからね。そう ね、 ね、ちょっと歩いてみたいね。そう、すっごい広いから、ね、広い、ね、こんなに広いね。うちはここだけど。そうだね、結構すごいでしょ、ね、めっちゃ広い、ね、温泉のね中身はさ、やっぱり動画撮れないからさ、うん、室内は撮れるけど、ちょっとみんなにはテレビでお見せしよう。大浴場がこんな感じらしいよ。で、レストランがこんな感じ、ビュッフェタイプで、うん、これが足湯とかテラスもあるみたいで、綺麗だね。見たいね。これちょっと明るいうちに行った方がいい ね、 ね、まあ、明日のね朝も空いてるんだろうけど、今から行こうか。そう、朝7時からオープンなんで、でカフェとかショップもあるみたいです、うん、それも見てみたいね。ね、はい、だから、うん、まあこれから行くところにいろいろ動画撮って、うん、みんなにも紹介したいと思います。はい、はい、水飲む飲む。じゃあまた、はい。
夕焼けが綺麗だね。足が暖かいけど上半身が寒い。風がね結構強くて、なんか光が綺麗だね。ね、景色すごい綺麗だよ。うん、そう。あとなんか船もね見た。はい。ほい。温泉入ってきたよ。すごいね。うん、すごいよかった。本当になんか綺麗だったね。最高でした。うん。これからはバイキング。バイキング。ね。お腹すいた。この今回はバイキンは夕飯、朝ごはんどちらもついてるの で、 ね、だから腹いっぱい食べる予定です、ね、元を取る元を取る、はい、じゃあ今から下に行ってバイキング行きたいと思います。はい、あとね、すごい浴衣に着替えた。ちょっと自分は花柄な感じのやつなんだけど、このホテルは、うん、なんかその男女同じやつだからね、うん、なんか分けてない、ね、だからすごいいいなと思った ね、なんかいろんな柄があって ね性別はなんか何も書いてなかったね。じゃあ行きましょうか。もうお腹空きました。お食べなさい。醤油そう、何年ぶりのビュッフェだね。全然食べてないね。昨日はもうグースか寝たわ、あのお風呂の後、ね、体が温かくなって寝ちゃった。で今は朝風呂らしいよ。ね、これから朝食をねバイキングまた食べて、うん、その後に温泉入ってチェックアウトして箱根のその大涌谷とか観光の方行きたいと思います、はいはい、じゃあね今日の動画はここまでになります、はいはい、ではまた日本の動画アップするので楽しみに待っていてください、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録高評価もお願いします。あとはポッドキャストと SNS の客お願いします。
バイバイ。二人だけのケーブルカー貸し切り。富士山、きれい。